こでんでん太鼓をピュッて、そうです、もっと速くなる、もっとここが右の足が起き上がる先生、はい、ブランブランバン、足はこう使う、こう時計の反対回りに右足の親指をこう食い込ませる、食い込ませる、中に中に食い込ませて、キュンッ、1、2、そう、それです、大きいっつったいいよ、はい、おー、すごい、今開いてもないもん、うん、すごいよ、右手で持って音を作ってくるでしょ、で、さっき言ったように肩、両肩開かないようにして左のお尻を引きながらこうグッと沈み込みます、そうすると この時から自然に、はい、ここ降りてきますね、降りてきますね、はい、ここ上から見たら多分4時半ぐらい、これ3時でしょ、そう、それでいいです、それです、そうです、で、ここからこう手でやろうとしたら、手でこれグッとこう左半身を引いてみて、そう、左半身を引くとグッとこうグリップがこう入ってくる、ヘッドでこう打とうとしたら、このグリップを体で押していく感じ、押してって、こっち体を押してったらここに引きます、今飛球線ね、腰の前、今度腰の後ろ、ここに、ここに水平に押し込んでます、こっちじゃないです、ここに来るの、こうしたらこっち出しちゃった、これをグッとここまで、左腰の前まで、こういうふうに、こういうふうに、こうやったら誰でもできるんです、当て感で、だけどトラック1台分振らないとここで合わせるのはすごく難しいです、こういったらこういうふうにクラブ重たく感じちゃダメ、クラブってこう上げたらもうこう感性で動きたいから、その動きたいのはヘッドから行くんじゃなくてグリップから行くんですよ、こういうふうにヘッドの感性じゃなくて右腰にあるグリップを体で押し込む、その時に右肘が左肘にこう迫ってくるような感じでこうやって振り抜きます、そう、感性これも上げたら、ね、そうすると全然いじってないです、いじってないです、このまま、はい、どうぞ、まだここで支点になっちゃってる、こうやってここがこうやって支点になっちゃってる、グリップこうぐーんと前に押してあげる、あのね、クラブ本来持ってる振動感あるんだけど、どうしても当てようとするから弱まっちゃう、はい、そうそうそう、ピッ、おー、すごくキビキビしてる、そう、合わせてないよね、はい、全然合わせてない、この時に今胸に僕回したんですよね、ここで十分なの、体の正面って、これのが外れちゃいます。どうです。肘パコパコやってみて、肘パコパコって。そうそうそう、ここです。ね、ファンデーションもつきません。撫で方です。撫で方だ。怒り方になると届かないよ、こう。はい、どうぞ。短かったでしょ。パンパンやから。はい。もっと短いね。うん、戻ってこないだろ。だからなおさらここ開いちゃダメ、体でいつもこれ前ね、クラベットがグリップの前にあって、これです、はい、パコパコパコ、これです、女性イコール大きなバックスイングじゃないですか、あー、
ここがこう引けるようになるね。右肩が後ろに行ったタイミングで。うん、いいです。ここが開くよね。ちょっとこう見えたらこういうふうにして、ここで座りつけてくっついたでしょ、外側が。この外側がくっつくと肩甲骨ロックしてるんですよ、開かない。右手で打つときって肩甲骨こう開いちゃってるから、肩甲骨ってこうひあの背骨に引き寄せてロックしてるんですよ。この状態で殺してこないとダメです。痛いの分かる？ OK？なんていうのかな、やっぱり腕のバランスが非常に悪くて、はい、右が強いんだよ、非常に右が強い。だから両脇でしっかり胸を挟むことによって、これちょうど真ん中になりますね。こうガッてこっち強いから肘がこう抜けたりいろいろするから OK？ はい、そう、そうそうそう、ちょっと今窮屈感あるでしょ、挟んでくるってね。そう、今まで空いてたのはそこから、それが現れてるのが、はい、右が強いのが現れてるのが、ああ、そうなんですね、うん、これさ、ここ今地面ついてるの右足の母子球だけ、外側上げてバックスイングの時こうついてもいいから、開けてて考えてみて、ここに力点を置きます。右足のかかとに体重乗らないですよ。乗っても左足かかとの内側、外側に乗らないです。いいよ。打った後から足上がっていいからどうぞ。その後上がっていいです。今の使い方でいいです。今の使い方でいいです。いつも上がっちゃうでしょ、足が。はい。ね。それでは上がってください。それ最後に分かるの。裁判の素直にあるんですよ、今までみたいに。こうやって今土踏まずの意識、エッジングをかけることによって、はい、右足の使い方が変わります。どうぞ。そう、それです。その上がり方です。その上がり方です。それです。それが正しい上がり方なんです。でしょ？板を切って端っこちょっと斜めにこう削って、それを乗せるのもいいです。ちょっとそのエッジングが治ります。どうぞ。で、意識してもうここです。母子球にそう、いつもこっちが浮いてる感じです。すみません、内側で回転してる。そうそうそう、それです。普通になってきた。普通になってきた、うん、さっき全然違う。そこ、そう、そこ大きくないですね。すごくいい。ね、今いいよね。それとあともう一ついいこと、はい、あのね、蹴りって右足の蹴り、はい、うん、だ今の言われちゃうと、じゃあもう蹴りやめた方がいいのか、ベタ足がいいのかっていうふうに勘違いしちゃうそうです。蹴りはあります。蹴りっていうのは必ずこう右足から左足になる時の足の動き見てて、こう実はってますよね、後ろに。後ろなんですよ。片足でバランス取るときって後ろに実は蹴ってるんですよ。要するに右足の母子球で地面をこう時計の反対前にこうえぐるようになるんだけど、土踏まずも入ってエッジ入りますよね。この瞬間に後ろに蹴ってる感じ。そうすると ももも内旋してきます。そういう感じだとほら自然にまっすぐかかとがするんだけど、よくねえ、なおちゃんの場合だとこんなになったりするでしょ。なります。ただ、ね、オーバーワークしちゃってる。また、ベタ足っつってこうやって振る人もいるけど、まっすぐ立ちたいよね、かかとが。こっちにもこっちでもないし。そのためには、この正しい蹴りっていうのは、実は
後ろにベクトルがあるということ。そうするとまっすぐ立てる。言ってるのがあります。そう、それで、それで後ろに蹴るようなつもりでももをくっつけてみる。そう、そういうふうに内旋しません、ももしてくるよね。絞れますよ。はい、こっちなんですよ、ベクトル。こっち、エッジ立ててこっちなんです。オッケー？はい。後ろ。そう、それでいいじゃない。これ、まっすぐ立ったでしょ。はい。これ、これ痛めるよ、これ足首。本当に。よく多いもん、これ若い人に多いもん。ね、はい。あと外側に体重いかないと突っ替え後。ほら、もう全然ダブルが減っちゃったじゃん。はい。でしょ？はい。うん、滑らせて後ろに蹴る。そう、後ろに蹴っていいです。ちょっとダブってるけど、すごく嫌がり方してる。これがなかったんですよ。確かそうでしょ。これ痛いよ、それ。OK、グッド、合格、ドライブ。素晴らしいです。そうやってヒールに当たるんだよね。多いでしょ、これも。あ、全部いっぺんに。いや。まっすぐ。体がまっすぐ。そう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 。自分が中心ここに下ろしてくるんだけど、これフォローするってこうクラブが自分を追い越すとか、追い越す、後ろに引っ掛ける、意識を右に置いてみて、意識を右に置いて、はい、ここに置いて、ここ20センチあります。これ自分のまっすぐで円を描いて、後ろにボール飛ばす感じの時にボールが捕まって左で奥に行く。もうちょい、もうすぐ左曲がってるところ、左曲げてみて、追い越してそう、見てこの最後じゃん、どうぞ、これも200ミリです。そう、それで見てこの右手を左返し、そういうイメージがいい。そういうイメージがいい。そう。後ろに飛ばせる感じ。あるでしょ。これ見てる。完全に200いってるじゃん。そう。OK。その感覚でまっすぐかも。そうすると意識こっちを置くでしょ。いいよ。背中から動くし。だから、これで分かることは、ダウンスイングの時に体が違うんですよ。分かるでしょ、これ。正面向いたらなっちゃう。だから、こういう感じで動くでしょ。意識。そう、一瞬これが作れない。それがうわーんって出てくる。OK。OK。まあ、はい、大丈夫。どうでしたっけ？あ、圧をかけるとかよく分かんなくて、うん、で、最後まで出ないし。
そうっすね。まあ動画見て、はい、ちゃんとあの復習して、ね、はい、地道にやってください。絶対にですね、はい、コンパクトにしました、はい、ね、ダウンスイングのカバーリング、はい、左サイドの引き、で右肩が一番後ろに行った時に引っ張るから、はい、足ね、足の使い方ね、うん、これ、はい、はい、また機会があって、はい、ね、ありがとうございました。Thank you.